ウィリアム・トッパーズ・マッゴ・ナガルは、スコットランドの詩人。彼は、自分の作品に対する、同業者の評価を認識せず、気にも留めない、極めて悪質な詩人として、悪名を馳せた。アイルランド系スコットランド人で、史上最低の詩人として、ギネスブックに記載されているマッゴ・ナガルが書いた詩は、約200編あり、その中には、提供の崩落事故にインスパイアされた詩。 提供のン事や有名な帝の鯨などが含まれており、これらは英文学の中でも最悪のものとして広く知られている。スコットランド中のグループが彼に自作の朗読を依頼したことは多くの聴衆がマッコナガルのミュージックホールにおけるコミカルなキャラクターとしての能力を高く評価していたことを物語っている。今でもマッコナガルの詩集は人気があり、 数冊が販売されている。マッコーナガルはイギリス史上最悪の詩人と言われている。主だった批判の論点は彼が詩的な比喩に耳を貸さず正しい因律分析ができなかったというものである。彼が詩について理解していると思われるのは字は意味を踏まなければならないという信念だけである。マッコーナガルを有名にしている要因は これらの欠点が彼の作品にユーモラスな効果をもたらしていると考えられるからである。研究者たちは不適切なリズムや貧弱な語彙、誤った比喩が組み合わさることによって彼の作品は英語で最もいいとせずに楽しめるドラマチックな詩になっていると主張している。彼の作品は大事件や悲劇について書かれ出版された物語バラッドや詩の長い伝統の文脈上にあり、 チラシとして、地元の人々の間で広く流布した。ラジオやテレビがない時代、彼らの声は重要なニュースを熱心な人々に伝える、一つの手段だった。ありがとうございます。